北朝鮮がミサイルをかなり撃ってきてですね、そのうち最近の6発はですね、大変に精度のいいもんで、平壌の近くですね、少し西側から3基3基と、2基3基かな、撃ち出してですね、一つは約1000キロ飛んで、秋田県の、日本の排他的経済水域に落下したとみられ、さらに、北海道奥尻島のですね、西にですね、3発が落ちるという、そういう状態でですね、高度を少し変えたり、打ち方を変えたりしますと、だいたい東京から、東北ですね、東京から東北から、名古屋、大阪、博多、もちろん全、ほ、ほぼ日本の主な領域がですね、射程内に、入っているわけですね。それで撃った時に弾頭にですね、ミサイルの弾頭に原爆を積んでいる可能性ももちろんあるわけですね。で、こういったことが起こってですね、日本の中では相当激しく議論がされているのが当然でありますが、なかなか現在のマスコミの状態、もしくは知識人の動きというものはですね、こういうものに関して非常に鈍いわけですね。例えば、原発の問題にしてもですね、あれだけ大きな事件が起こったのにもかかわらず、その後ですね、みんなの意見が非常に先鋭に分かれてしまって、せっかく議論が必要なですね、原発の安全性であるとか、それから被爆と健康の関係というのが、議論されてないわけですね。そういうのを取り扱うのが非常にこうセンシティブって言いますか、日本人の勇気がないというんでしょうか。非常に重要な問題を正面からやるだけの精神力に欠けているのが現在の日本なわけですね。で、まず第一に防衛省はなぜ揚撃できなかったのかっていうことなんですが、日本はイージス艦をですね、6隻持っております。イージス艦っていうのはレーダー装置が非常に完備していて、ある程度まで北朝鮮からミサイルが打ち上がるとそれを解析してですね、それが日本の方に向かっていて、おそらくは経済的水域に落ちるだろうとか、国土に落ちるだろうっていう計算ができます。それから、約6発から10発ぐらいの SM-3 と言われる対空ミサイルを持っておりまして、宇宙空間で、北朝鮮のミサイルを揚撃できると考えられますが、いずれもそれを揚撃しませんでした。一体ですね、自衛隊というのは何のためにあるのか。憲法9条に反するとか反しないとか言われながらですね、それでもなんとか自衛隊が存在して活動しているというのは、こういう時にこそですね、日本に撃ってきたミサイルを撃墜するために存在するわけですね。それはどうしてかというと、日本人はまだですね、同胞とか絆とか言ってますけれども、他人が死ぬことには、他の自分じゃない日本人が死ぬことには非常に冷淡なんですね。で、経済水域だからいいじゃないかっていうんですけど、実はこの経済水域っていうものはですね、農民にとっての農地、漁民にとっての経済水域と同じものでありまして、仕事場なんですね。ですから、特に日本の排他的水域ではですね、排他的ですから、日本の漁船が自由に操業してるわけです。イカ釣り漁船とかそういうのは操業してますね。そこの上から落ちてくるわけですから、日本列島に落ちてくるのと一緒ですね。たまたま落ちた場所が、例えば日本列島の山で、誰もそこに住んでいなかったから、怪我人が出ないと。だからいいじゃないかなんていう、それが自衛だとは、ちょっと考えられませんね。自衛という限りは、日本人が畑を耕したり、魚を取ったり、サラリーマンが都市で、勉強、仕事してるところに落ちてくる。それは、すべて自衛の対象ですね。ですから、ここはですね、防衛省関係の人、専門家はですね、なぜ揚撃できなかったのか、もしくは揚撃しなかったのか、ということをはっきりとしたコメントを言わなきゃいけないと思いますし、それから漁業関係者はですね、なぜ我々を守ってくれなかったんだということを言わなきゃいけないと思いますね。各界がですね、各産業界、もしくは学会、その他がですね、はっきりとしたコメントを述べない限りは議論が起こりません。それから左翼の人たちは憲法9条が防衛に役立つと、平和に役立つと今までずっと言ってきたわけですから、この際北朝鮮がミサイルを日本の、
排他的水域に打ち込んできたことに対して、なぜ憲法9条が役に立たなかったのかということをきちっとコメントしてほしいんですね。というのは、憲法9条を守れということはどういうことかって言ったら、憲法9条を守っていれば、日本人は戦争に巻き込まれず、怪我もしないっていうことを言ってるわけですから、このミサイルがですね、落ちたところにちょうど漁船がいたらですね、死んでしまってたわけですから、なんで憲法9条は役に立たなかったのかということをですね、やっぱり今まで憲法9条が大切だと言ってたり、この前も国会でですね、デモがあって憲法9条を守れっていうのがあったんですが、なんで北朝鮮は憲法9条を考えてくれないんでしょうかね。これやっぱりはっきりとですね、やっぱり左翼の人はコメントをすべきだと思うんですね。国内で憲法9条を守れといくら叫んでもですね、現実にミサイルが撃ち込まれているわけですから、これを外国から見れば非常に変な現象のように見えると思います。それから、一番最初に述べましたように、日本の海域に6発か5発かミサイルが撃ち込まれたのに、ほとんどその状態が詳しく報じられず、かつ議論がされないと。これに対して、例えば NHK は、割合と早い時期に放送したんですが、もうミサイルが落下してから放送してます。それから国土交通省は、日本人に被害が出なかった 継続して注意するようにと言っております。しかし、防衛というのは、ミサイルが撃ち込まれても多数の日本人が死ななければいいんでしょうかね。私はやっぱり防衛というのは、日本人が死ぬか死なないかではなく、日本の領土および日本の排他的水域に他国のミサイルが撃ち込まれたり、それからこの前は尖閣諸島でですね、中国空軍が日本の自衛隊にレーザーを発射したという例がありましたが、これはもう今から撃墜するぞというシグナルなんですね。それに対してどうするのか、これ難しい問題ですよね。その時にレーザーが日本の航空隊に撃たれたら、日本は尖閣諸島は自国の領土なんですから、直ちにミサイルを撃ち返すということをすべきなのかすべきじゃないのか。今度もそうですね。日本海に展開しているイージス艦の艦長がミサイルの撃墜命令を出していいのかどうか、そのくらいは議論しとかないし、して決めとかないとですね、それをしたからといって、ちょうど民主党の政権の時に、戦国官房長官がいた時に、尖閣諸島を守っていた海上保安庁の船に中国の漁船が激突した、その様子を撮ったビデオをですね、海上保安庁の職員がオープンした。それによってそれをものすごく非難して、結局オープンにした、つまり功績のあった海上保安庁の職員をクビにして、仙石さんはそのままでいるということになりましたから、今回、海上自衛隊がイージス艦から洋撃ミサイルを撃たなかったのは、多分洋撃ミサイルを撃つとですね、日本人がその洋撃ミサイルを撃った司令官をクビにするんじゃないかという気がするんですね。そうすると、日本は自衛隊を持っていても、必ず社会で反撃するので、それにマスコミが追従するので、自衛はできないという非常に恐ろしいことになるわけですね。こういうことが続いていて、我々はもしもですよ、日本の子供がですね、北朝鮮のミサイルで死んだら、親としての責任は取れるんでしょうかね。私たちは長い間自衛の話をし、日本が自衛するために自衛権はあるんだ、自衛隊を置くんだ、憲法9条は大切なんだと議論したのがですね、こういった具体的に北朝鮮がミサイルを撃ち込んできたときに、全く機能していない、議論も起こらないということに対して、私たちは相当考えなければいけないと思います。私はですね、虎ノ門ニュースとかいろんなところで取り上げておりますが、空襲警報もみんな知らないというような状態をですね、早く脱する必要がある。私一人じゃちょっとダメなんで、できるだけ多くの人がですね、この北朝鮮のミサイルに対して日本がどのように防衛するのか、具体的に誰がどういう命令を出して私たちの子どもたちを守るのかと、いうことを決めておかなければいけないと思います。